松尾国松松尾国松7月29日から1958年1月17日は大正期、昭和期の日本の政治家、岐阜市長、貴族院議員、長男は松尾五作、国松と同じく岐阜市長を務めている、岐阜県片方郡田村出身、岐阜県の理院を経て、1925年3月7日、岐阜市長に就任する。 以後1946年6月7日までの約21年、勤める。また、1946年3月22日からは、貴族院直選議員となり、約3ヶ月は、岐阜市長と貴族院議員を兼任している。岐阜市長の在任中の業績としては、都市計画による区画整理、上下水道の整備がある。岐阜市の上水道は1928年から、 下水道は1934年から整備されるが、その整備事業の際、都度が峰の南山緑にある池の改修を行っている。また、1933年から1939年の岐阜市内の長良川改修工事にも尽力している。1932年には、私立岐阜薬学専門学校を創立するなど、教育にも力を注いでいる。 1941年には岐阜市診療所を新築移転し、岐阜市民病院を開設している。1956年、岐阜市名誉市民となる。1958年に岐阜市立図書館の開館の際、生前の愛読書、約4000冊が寄贈されている。戦前を中心とした書籍であり、松尾文庫として配下されている。ありがとうございます。